亜熱帯の森に包まれ、サンゴ礁の海が取り巻く沖縄、生物多様性豊かな島々、独自の歴史文化を持つこの島はかつて独立国家を築いておりました。1429年琉球王国が成立したとみなされています。貿易の中継地点としてさまざまな文化の交差点となり、大交易時代を迎えます。1609年薩摩が侵略し、そして1879年明治政府によって日本に併合されました。それから66年後の1945年、この島は戦場となりました。海を埋め尽くす米艦船、鉄の暴風と呼ばれた艦砲射撃、あらゆる地獄を集めたようなと形容されるほどの悲惨な地上戦で、住民の4人に1人が犠牲となりました。軍の論理が優先され、友軍による住民虐殺や集団自決の強制も起こりました。敗戦後、沖縄は米軍の統治を受け、1952年のサンフランシスコ講和条約後に日本が独立した後も、第3条によって本土と切り離されて米軍支配下にとどめ置かれました。土地の強制接収が行われ、無権利状態の中で人々は人権と平和を求めて、平和憲法を持つ日本への復帰運動を行いました。1972年復帰が実現したものの、沖縄への米軍基地の集中は解消されず、事件事故、基地被害は続き、さらに今新たな基地が日本政府によって作られようとしているのです。これは沖縄にある米軍基地の地図です。沖縄島の約 20% が米軍基地となっています。そのほとんどが民有地で、日本政府が借り上げて米軍に提供しています。陸上だけでなく、広大な海や空も米軍に提供されていて、人々の暮らしの場と軍隊が隣り合い、事件事故が多発、県民の暮らしを脅かしています。ここが普天間飛行場です。ご覧の通り、市街地の中心にあるため、世界一危険な飛行場と呼ばれています。沖縄戦の最中の1945年に、米軍がここにあった住宅、畑、学校、役場などを潰して作った飛行場で、国際法に違反しています。県民がこの基地の閉鎖返還を求めるのは当然の主張なのです。日米両政府は1996年4月普天間の返還を発表しました。今日本政府安倍政権は、名護市辺野古の海への飛行場建設を強権的に進めようとしています。2015年4月17日尾長沖縄県知事との会談で、安倍首相はこう言いました。普天間の一日も早い危険性の除去、撤去は我々も沖縄も同じ思いだろうと考えている。辺野古への移転が唯一の解決策であると考えている。米軍は飛行場の安全基準を作っています。宜野湾市がその安全基準を2006年に見つけました。図のように、滑走路の端から900メートルをクリアゾーン、さらにその延長上に事故危険区域として住宅、学校などがあってはならない区域としています。普天間に当てはめると、クリアゾーンが市街地にはみ出し、事故危険区域は南北に伸びています。
沖縄選出の国会議員照屋監督さんが2008年に、糸数恵子さんは2012年に日本政府に次の質問を文書で出しています。1、米軍は飛行場の安全基準を作成していることを承知か。2、この基準を普天間に適用するとどうなるか。これに対し日本政府はどう答えたでしょうか。米側が作成し運用しているものであることから政府としてお答えする立場にないと無責任に答えています。日本政府には普天間の危険性の除去を言う資格などありません。日本政府、安倍政権が辺野古への移転が唯一の解決策という主張を点検しましょう。そもそも辺野古にはベトナム戦争の最中、1966年に米軍が3000メートルの滑走路2本、深い大浦湾には軍港を作る計画をすでに立てていました。1997年の国防総省の辺野古構想図です。滑走路の方向は1966年の計画から引用されています。300台のトラックが駐車できる軍港機能を記しています。さらに飛行機などに弾薬を積む弾薬搭載エリアを記しています。 V 字型の現在案です。 V 字型に2つの滑走路、深い大浦湾側に 271.8 メートルの軍港機能があり、強襲揚陸艦ボノム・リシャールが接岸できます。弾薬搭載エリアが描かれています。つまり米軍の1966年計画、1997年構想を実現するのが辺野古新基地計画なのです。高江では辺野古の計画と連動してオスプレイの訓練のための新たな基地建設が計画されています。高江は手つかずの豊かな自然に囲まれています。6カ所のオスプレイの訓練場が計画されています。米軍が発表したオスプレイの低空飛行訓練の出発点が高江です。高江で撮影されたオスプレイの飛行ビデオです。木の枝の揺れを見てください。亜熱帯の湿潤な森でオスプレイが飛ぶと、高温の排気で森林が枯れ、人々の暮らしも安全も脅かされます。97年の名護市民投票では防衛省のあからさまな介入にもかかわらず辺野古新基地ノーの民意が示されました。それなのに当時の名護市長は受け入れを表明し突然辞任。それ以降日本政府は辺野古の基地建設を進めようと飴と鞭で地域を分断し自治の破壊を行ってきたのです。米軍統治下の頃から平和と人権、自治を求めてきた沖縄の人々は粘り強く戦い続けてきました。アセス法違反のボーリング調査を座り込み、非暴力直接行動で止めながら、あらゆる選挙の機会を通じて民意を政治に反映させてきたのです。県議会で辺野古新基地建設を明確に拒否する議員を多数にし、名護市では海にも陸にも新しい基地は作らせないという
稲嶺進市長を誕生させました。2期目の選挙で普天間は県外移設と公約しながら辺野古埋め立てを承認した中今知事には大きな怒りが沸き起こりました。その怒りは2014年の知事選挙で翁長新知事を誕生させ、衆議院選挙では全選挙区で自民党候補者を落選させたのです。安倍政権は沖縄の民意を意に介せず、辺野古の新基地を強引に進めようとしています。2014年の夏から始めた本体着工前のボーリング調査のために、地元に何の相談もせず、日米合同委員会で勝手に辺野古大浦湾に臨時立ち入り制限区域を設定しました。会場では船やカヌーに乗って作業に抗議する市民を海上保安庁が力ずくで排除して、過剰な警備にけが人も続出しています。彼らは取材する記者も暴力的に排除しています。沖縄弁護士会は2015年3月11日こうした海上保安庁の暴力的な警備に対し会長声明を発表しました。陸上では資材搬入をやめさせようとキャンプシュアブのゲート前で座り込み抗議を行う市民に対し、機動隊を使って弾圧しています。それでも人々は島々の暮らしを守り、戦争につながるものを拒否するために非暴力不服従の直接行動を続けています。今この瞬間もカヌーは海に漕ぎ出して果敢にフロートを越えていき、老若男女はゲート前でトラックの前に立つのです。2014年の知事選挙で圧倒的な支持を得て当選した翁長新知事は、中今前知事の辺野古埋め立て承認の法的瑕疵の有無を検証する第三者委員会を発足させました。今年1月の発足から13回に及ぶ審議を経て、第三者委員会は瑕疵ありとの結論を答申する報告書を知事に提出しました。翁長知事は一方でワシントンやジュネーブの国連人権理事会に出席し、沖縄の自己決定権がないがしろにされている状況を国際社会に訴えました。Mr. Chair, I am Takeshi Onaga, Governor of Okinawa Prefecture, Japan. I would like the world to pay attention to Henoko, where Okinawa's right to self-determination is being neglected. After World War II, the U.S. military took our land by force and constructed military bases in Okinawa. We have never provided our land willingly. Okinawa covers only 0.6% of Japan. However, 73.8% of U.S. exclusive bases in Japan exist in Okinawa. Over the past 70 years, U.S. bases have caused many incidents, accidents, and environmental problems in Okinawa. Our right to self-determination and human rights have been neglected. 今、辺野古の現場には連日100人から200人の人々が結集し、沖縄を理解し応援する声は県内、国内のみならず全世界の市民社会に広がっています。